鎌倉の、わかめ葵ですね。あと第一の鳥居がそこにあります。そして一番気に入ってるのはここの街路樹ですね。これは何だろう、カブの木かな。これは素晴らしいね。この枝ぶりがすごい。これがタブの木。それから松並木がありまして、そのアスパルマですね、古い古いタブの木の巨木があるんです。そしてこの横に公園があるんですね。この公園もなかなか素敵ですね。そして海鮮寿司のととや道というのがあって、あそこは本当のおすすめ。素晴らしいですよ。これがうちの鳥居。若宮大市、非常に鎌倉らしいですね。そしてここに、若宮大市公園がありますね。これがいいんだよ。これがなかなかしていく。子供がしっかり遊んでます。